感じで今あると思うんですけれども、改めて今のお気持ちをお伺いしてもいいですか。じゃあ代表して3名ほどお答えいただければと思うんですけど、大平さんからお願いします。まず話して。選ばれると思ってなかったので、ここに立てて今すごく嬉しいです。投票してくださった方ありがとうございます。さあ中島さんはいかがですか。投票期間中ずっとお腹が痛くて本当に緊張でもう学校の授業の時もお腹痛いほどだったので、本当に一安心したのと、あと投票してくださった皆さんに本当に感謝でいっぱいです。ありがとうございます。幸太郎さんはいかがですか。ここ1週間ずっと緊張しっぱなしで、封筒を開けた時もまだ正直あんまり実感なかったんですけど、今ここに立ってだんだん実感湧いてきてほっとしています。投票してくれた皆さんありがとうございました。では続いての質問お願いします。放送を見させていただいて、MC の皆さんも結構な熱量で臨まれてたと思うんですけど、率直な今のお気持ちをお願いします。屋敷さんからお願いします。そうですね、やっぱこういう番組僕好きで、やっぱこう感情移入して見てしまうんですけど、いざ MC とかこのサポーターみたいな立場やとちょっと刺激が強すぎてやめたいかもしれないですね。こうこっからだって今はね、皆さんこっから頑張るぞっていう感じですけど、またね戦って脱落してっていうのを間近で見てられる自信がないです。もうしんどかったです。結構やっぱ落ちた子に感情移入してもうて。そうですね、でもまあ頑張ってくださいとしか今は言えないですね、僕の立場からは。はい、はい、やっぱそうですね、やっぱこういうオーディション形式のガチの番組は本当に残酷ですね。やっぱこうね、受かった皆さん本当素晴らしいと思いますし、やっぱ落ちたね子がね、あんな親御さんまで集めて、最低だと思いますよ。野村という演出が多分考えたんですけど、とんでもないテンポで行きましたからね。なんちゅう演出なんだと思いましたけども、そうですね、まあ落ちた方はね、もうチャレンジングしたことに意味がありますし、この経験になりますから、逆にもうこれからまた戦い始まりますけど大丈夫ですか。いけます、また結構すぐに戦い始まりますけど、だからもう本当にじゃあ最後までもう僕らもサポーターとして見守らせていただきたいなと思う所存です。はい、ニューヨークの2人、放送中も総合演出許さんぞみたいな発言があったんですけど、野村という男ですね。はい、何をしたら許せそうですか。とりあえず落ちた子全員にジョジュエン弁当じゃなくて本当のお店のジョジュエン連れて行ってあげたいな、あげてほしいなと思います。うん、はい、高山さん今の気持ちどうですか。そうですね、順位をつけられたり、こう何人か選抜されたりっていうのは自分が経験してきたんですけど、見てる方の気持ちってこういうことなんだっていうのに気づきました。で本当に応援してくれてて、でその応援してくれてる方のありがたさをこっちの立場になってすごく知ることができてよかったなっていうふうに思いますし、女優さんのオーディションなので、そのパーソナルな魅力がすごくあった子も落ちてしまったりとかして、すごく驚きも多かったんですけれども、もうファイナリストに残ってるみんな、セミファイナリストのオーディションの時からみんなお上手で、演技審査の時も急にこの役お願いしますって言われてるのにちゃんとセリフも忘れることなく言ってて、でみんな上手だった中でさらに勝ち残ったみんなはすでにもうすごくお上手なみんなだと思うんですよ。みんなのこれからの姿を見れると思うとすごく楽しみですし、このもう本当に数週間女の子ファイナリストに、セミファイナリストにを勝ち残った女の子たちを知って、名前とお顔を知って数週間
仕方ってないのに、やっぱり本当に落ちた子のことを思うとすごいショックで、もっと見たかったなっていうふうな思いがあるので、これからみんなの姿を見て一生見続けられないと思うとすごく悲しいですけれどもこの最後の一人が決まるまで一生懸命応援させていただけたらなっていうふうに思います。期限が決まってるので、応援できる期限が、なのでその期間全力で応援したいなっていうふうに思います。そうですね、でもシーズン2が始まるってこう聞いた時からすごくまたシーズン1と違う形のオーディションになるって聞いたのですごく楽しみで、で今日こうして皆さんの貴重な瞬間をこうゲストとして見守ることができてすごく嬉しいですし、あとこれからも視聴者投票で進んでいくと思うんですけど、まあすごい多分どんどんこう嬉しい思いをする方もいたり辛い思いをする方もいたり、まあ、すごく過酷な中でやっていくと思うんですけど、そうですね、もう本当に応援しているので頑張ってくださいとしか言えないんですけど、本当に視聴者の皆さんと一緒に陰ながら番組を見守らせていただきたいと思います。ファイナリストの皆さんになんですけれども、セミファイナリスト発表の時から MC 陣の熱いプレゼンで自分たちの紹介されたと思うんですけど、 MC 陣に言われて印象に残っている言葉とかってあったりしますか？あるかもしれない、挙手やるじゃあ、あるな。私が女優になる日のオーディションをシーズン1の時も受けていたんですが、その時書類審査で落ちてしまって、それで番組で紹介していただいた時にこの子はリベンジだからガッツがあると思うっていうふうにニューヨークさんとかに言っていただいて、でその気持ちを忘れずにこれからもその悔しさを忘れずに頑張りたいなと思いました。他に印象に残っていることますか？もしあれば、はい、私も番組で紹介していただいたときに芸能界は目立ってなんぼ、一緒に金髪にしましょうと言っていただいて、今日も実は1週間金髪にしてくるか悩んだぐらいなんです止まりました、止まりました。それも演出の野村という男があ、そうか、ほんまにそうか。僕の意思ではありません野村の演出です。化け物やんけ本当にしてたら本当に俺らどうしようってなってた大丈夫大丈夫、よかったよかった、黒髪でよかったよ。でもできる機会があればしてみたいなと金髪に思います。はい、私コーキング父の仕事で手伝ってるんですけど、まあ、そこを結構自分的にも押すポイントだったので、そこでギャップ萌えとか言ってくださったのですごい嬉しかったです。確かにありがとうございます。ありがとうございます。また MC の方々なんですけれども、はい、今後どういったところが見どころになるかなって。まあ散々ね、残酷だとか演出が悪いとか言うてきましたけど、間違いなく見どころはそういう残酷さやと思います。こっからの、うんうん、こっからやっぱね、僕らのことでなんなんですけど、その勝っていけばいくほど負けた時って辛くなるんですよ、うん、だから多分今日落ちた子よりもこれから落ちる子の方が絶対に悔しいとは思うので、うん、まあ本当残酷な言い方すればそこが見どころではあるとは思いますけど、だからテレビで見たかったです、それは辛いです。ありがとうございます。みゆきさん、ちなみに今までで印象深いオーディションとかってあったりします？オーディション、僕ら自身のですか？いや、悔しかったことで言うたら、もうそういうショーレースとかね、まあ一緒にするのはあれかもしれないですけど、で言うと
一度も勝って終わったことないんで僕らはこの12年間だから基本、まあね、負けることに関しては多分だいぶ先輩やと思うんですけど負けてからが多分大事やなっていう感じはしますけどね本当にずっと勝ち続けて最後の一人に残るのって一人だけなんで、うん、それ以外は全員負けるって考えた時にやっぱ負けてからが大事やと思いますけどね佐山さんは自身の経験から皆さんにアドバイスをくれるとしたらどんなことがありますかそうですね女性同士の戦いの世界っていうところが心配だと思うんですやっぱりこう自分自身すごい戦いたいっていうタイプじゃなかったんですけど負けたくないみたいなのやっぱあって悲しくなるのは嫌だなずっと笑ってたいなみたいな思いでやっててで多分そういうこうみんな競いたくて来てるというよりは女優さんになりたいっていう風な思いで来てる子が多いので本当に誰に勝ちたいとかっていうよりも本当自分自身を磨くぞみたいなことをモチベーションに頑張っていったらおのずといい結果になるのかなっていうふうに思いますなんか16私は乃木坂46のオーディションの時に、受かればいいと思ってたんですよとりあえず入ればいいやって思ってたんですけど最初からオーディションの最終オーディションの時から選抜が決まって立ち位置が決まったんですよその時に3列目の端っこだった時にさっきまでは入ればいいと思ってたけど順位がつくとあれもうちょっと上に行きたいかもみたいな欲が出てきたりとかしてで多分皆さんもこれから今はとにかく嬉しい気持ちですけど多分上を高みを自然と目指すようになると思うんでそういう時は自分を信じて自分に勝つ気持ち好奇心で頑張ってほしいなというふうに思います逆にファイナリストの皆さんは MC 陣やその飯沼さんにそのアドバイスもらいたいとかこういう時どうしたらいいんだろうみたいな相談ってあったりしますか不安なことを聞きたいこともある方いたら手挙げてお話しどうですかセリフとか覚える時になかなか頭に入らない時とかあると思うんですけどそういう時にどうしていますかセリフはそうですね私は何だろう何だろういや何だろうこう文字の言葉を覚えるんじゃなくて全体の流れをこう把握しつつ自然と覚えていくっていう風にしたらすごく覚えやすくなってだから、言葉の意味をちゃんと理解して、なんだろうでも大丈夫だと思います多分なんだろうこのオーディション番組の中でお芝居のこの審査があったりするときは多分自分が思っている以上に緊張すると思いますそれぐらい私はもう頭が真っ白になるくらい緊張したのでそこはちょっと覚悟しておいた方がいいかもしれないです真っ白になった時はどうされてたんですか？いやでもやっぱりセリフはもう自然なんだろう不安だからこそすごくもう自然と出るくらい毎日こう同じ言葉を繰り返して最初は練習してたのでなんとかそうですね真っ白になってもなっても意外とノリでいけちゃったする本当に大丈夫だと思います即興でやられてたじゃないですかあれを見る限りも全然なんだろうすごいなって思いましたし私もなんか頑張らないとなって思いましたまあ、まとめるとノリでいけるっていう、そうです、すごい、ありがとうございます番組タイトル私が女優になる日なんですけど見かけてニューヨークの2人あ芸人になったなっていう日というか、感情を抱いた瞬間ってありますか？あ芸人になったな。いっぱいありますけどね。
確かに、まあでも本当最初じゃないですか、逆にもうで学校、僕らは NSC って学校卒業したんですけど、なんか初めてこうその卒業した次の日から、あ芸人始まったなっていう、だからこっからだよ、みんなもうもうみんな今から女優だからね、はい、うん、こう優勝してからじゃもう今からももう女優だっていう気持ちで臨まないと落ちるぞ。どっか行けよお前どっか行けよお前、邪魔くせえ、うん、すいませんアイドルになったなって。私はなんかアイドルになった、本当になったのかなみたいな気持ちがの時期が長かったですね。そうですね、いまだになんかアイドルだったのかなっていう感じはするんですけど、自然と涙が出てきたのは初めてファンの方の前で野外のステージだったんですけど、あの曲を披露した時ですね。あの曲をデビュー曲をいただけるまで私たち半年以上あったので、その期間ずっと自己紹介だけでイベントしてたんですよ。その時はあれアイドルになったというよりはなんか自己紹介だけ言ってる、でもなんか笑い取られないと怒られた時とかもあって、あれお笑い芸人さんだったのかなとかいろいろ思った時あったんですけど、やっぱり歌って踊ってをした時に私は自然と涙が出ましたね。そうですね、正直まだ女優になったなとはなってはないんですけど、まあ、少しこう実感が湧いてきたのは、まあ、あの私もシーズン1のオーディションをやらせていただいて、あのドラマに出させていただいて、その作品が実際にこう放送されてされてからのこう見てくださった方の反応の、なんだろう、そのすごい青春ものの作品だったんですけど、すごい青春を感じたとか、この頃に戻りたいとか、すごい作品、私が出演した作品でこう、あ誰かに何か少しでも響いてるんだなってこう感じた時は、あ少しでもそういう存在になれたのかなって思いましたね。ファイナリストの皆さんはもうすでに周りから友達とかからの反応とかってあったりしますか？聞きたい確かに1週間まだ喋ってない人3次審査でこうセミファイナリストに選んでいた時は、友達とかには全然誰にも言ってなくて、それでセミファイナリストに選ばれた時に初めて友達にこういうオーディションを受けて今セミファイナリストに残ってるって話したら、すごいすごいねってたくさん言ってくれて、こうすごい応援してるよってたくさん言葉をいただきました。鈴木さんどうですか？はい、私は自分から教えてないんですけど、なんか友達が鈴木優香で調べたら出てきたって言ってて、それでバレてしまったんですけど、でもその後に毎日投票するよとか、頑張ってねとか、毎日その私のことを聞いてくれる友達もいて、すごいみんな応援してくれててすごい嬉しかったです。ありがとうございます。その他の記者さんでご質問ある方いらっしゃいますか？あれば挙手でお願いします。大丈夫そうですか？ちょっとお願いします。日刊スポーツの佐藤と言います。全員じゃなくていいんですけれども、憧れの女優さんとか理想の女優像があったら教えてください。私の女優像、なりたい女優像は、まずこうテレビでこうドラマを見たりしていろいろな女優さんを、見させていただいてるんですけども、
皆さんこう役とこう素が全然違ったりとかする女優さんがすごい多いなっていうふうに自分は感じるので、私もこうオンオフがパッパって切り替えられるような女優さんになりたいですし、あとはナチュラルな演技ができる女優さんになりたいと思っています。以上です。どうぞ。飯沼愛さんすごくこの初恋はフィクションですとかでナチュラルな演技をされててたところとか、あとは自分にストイックなところとかすごく尊敬してます。ありがとうございます